神秘劇、神秘劇、または、聖誌劇、神秘劇、聖誌劇物、ミステア、A、ミステリープレイズは、15世紀のフランスを中心に、中世ヨーロッパで発達した宗教劇で、旧約、新約聖書に題材を得て、イエス・キリストの生誕、受難、復活の物語を主題とした劇のこと。奇跡劇、奇跡劇、ミラクル、プレイズとも、フランス語で、 ミステール、英語でミステリープレイズと呼ばれているのは15世紀のフランスで流行し中世末期のヨーロッパで行われるようになった宗教劇で旧約聖書、新約聖書に題材を得てキリストの降誕、受難、復活の物語を描く演劇、舞台のことである。これを日本語に訳すときは静止劇や神秘劇といった表現を当てている。 10世紀から16世紀にかけて発展を見せ、特に15世紀にその人気は頂点に達した。中世の神秘劇はアンティフォーナの歌を伴う活人画という面があった。聖書にはイエス・キリストの物語が描かれている。が、中世のヨーロッパの聖書というと、もっぱらラテン語で書かれたものを用いていて、ラテン語は格式高いものの、当時人々は、 日常的に各地域の言葉、ラテン語からすでに文化が進んだ中世フランス語や中世スペイン語等々を用いていて、民衆にとってはラテン語は理解しづらく物語の内容が十分に伝わらな嫌いがあったので、言葉だけに頼らず、資格も用いてそれを見せて伝える様々な工夫がされたわけであり、こうして、教会堂のステンドグラスや彫像等と並び、 またそれら以上に人物を生き生きと描くものとして神秘劇が発展したという背景がある。最初ラテン語で演じられていたが、やがて各地域の言葉で地元の人々も参加する形の宗教劇として発展し、聖堂の前の広場などに俳優役の人々と監修が多数集い数日にわたって演じられるようになり、大流行した。その後、歴史的には、 様々な演劇や娯楽が増えるに従い徐々に関心が薄れ演じられることが減ったが現在でも教会でクリスチャンの勇士たちによって行われることのある演劇である。神秘劇は天霊文のテキストを装飾した簡単なトロープスとして始まり徐々に成功になりやがて天霊劇に発展した。天霊劇の人気が増しその土地土地の独自の形式が現れ 中世の後期には、旅役者一座や、地方の共同体が組織した劇団が一般的になった。天霊劇の中で最もよく知られているのは、誰を探しているのか、クエムクエリティス。で、これは、キリストの墓の前でいなくなったキリストを探す三人の、マリア、イエスの母、マリア、マグダラのマリア、マルタの妹マリアとそこに現れた天使との天霊の、 セリフを劇化したものである。天霊劇は後にはセリフと演劇的な動きが付加され洗練されていった。最終的に天霊劇は教会道の外、教会道の庭や市場へ上演の場を移した。天霊劇はラテン語で演じられたが開演の前に前節役がその土地の言葉で物語のあらすじを読んで聞かせるプロローグついていた。1210年に 法王は聖職者が公衆の前で演じるのを禁じた。こうして劇の組織は町のギルドに引き継がれ、その後様々な変化が生じた。ラテン語は土地土地の言葉に置き換えられ、聖書の一節ではないものが滑稽なシーンとともに付け加えられた。演技と性格付けはより洗練されたものになった。ヨークのようなイングランドのいくつかの大都市で、 その土地土地の宗教的パフォーマンスがギルド及び聖書の中の特定の箇所に関係のあるギルドによって上演された。ギルドが管理し出してから、ラテン語のミステリウムに由来するミステリープレイ、またはミステリーズという言葉が生まれた。ミステリープレイズ、神秘劇は、現在、聖書というより、むしろ聖人の生涯のエピソードを再現したミラクルプレイズ、奇跡劇と、 区別されている。この二つの言葉は中世の人々以上に現在の研究家が一般的に使っている。というのも中世の人々はこれらの劇を指すのにさらにたくさんの専門用語を使っていたからである。神秘劇はいろいろな場所で天地創造から最後の審判までのキリスト教歴の主要な出来事の全てを扱う連作劇へと発展していった。 15世紀の終わりになると、例えば生体祭では、コーパスクリスティを演じるというように、祭日に合わせたサイクル、作品群の上演が、ヨーロッパ各地で確立していった。字には、パジェントと呼ばれる、飾り立てた出汁の上での上演がされ、街中を移動して、群衆は、それぞれの劇を見ることができた。サイクルのすべてを上演すると20時間もかかるので、 数日にかけて上演することもできた。これらを総称して、コーパス・クリスティ・サイクルと呼ばれた。劇は、プロとアマチュアの混成で演じられ、台本は、非常に洗練されたスタンザ形式で書かれた。セットと、特殊効果に税を凝らしたものもあれば、殺風景でこじんまりとしたものもあった。一つのサイクルの中にさえ、演劇的かつ詩的なスタイルの多様性が顕著だった。 イギリスには完全、または、ほぼ完全な聖書を題材とした、儀曲集が4つ残っている。これらはサイクルとして読んで差し支えないだろう。他には、コベントリーで演じられた、新約聖書サイクルの2つのパジェント、ノリッジと入荷するアポンタインでのパジェントが、それぞれ一つずつ現存している。さらに、マグナラのマリアの生涯を描いた15世紀の劇、 パウロの改修を描いた16世紀の劇が残っていて、共にイーストアングリアから出てきたものである。中英語劇の他に、コーンウォール語の劇も3つ、ヨーロッパ大陸にもいくつかのサイクルが残っている。これらの聖書劇は、ルシファーの失意、人類の創生と堕落、カインとアベル、ノアの洪水、アブラハムとイサク、キリストの降誕、ラザロの復活、キリストの受難、 キリストの活と内容は様々である。他のパジェントには、モーセ、預言者の行列、キリストの洗礼、荒野の誘惑、聖母の秘焦点と体感の話が描かれている。残っているサイクルで言うと、新しく出現した中世の職人ギルドの講演から劇が生まれた。例えば、ヨークの織物ショーたちは、最後の審判の日のパジェントを講演した。 しかし、すべての街の上演がギルドとの提携でなされたわけではない。チェスターサイクルのパジェントはギルドと関係していたが、ルーコベントサイクルの神秘劇についてはギルドと関係していた、あるいはパジェントの出しで上演されたことを示すものは何もない。おそらく現代の読者、観客に最も知られている神秘劇は、ウェイクフィールドサイクルだろう。不幸なことに、 タウンリー写本にある劇が実際に、ウェイクフィールドで上演されたのか、セカンドシェパードスプレイには、ホーベリーシュローギスという言及があるが、ホーベリーは、ウェイクフィールドの西の村、それを確かめる術はない。ザ・ロンドンベリアルグラウンズ、1897年の中で著者のベーシル・ホルムズ夫人は、ロンドンのリーデンホール通りの教会の隣にいる。 ホーリー・プライリー・チャーチが10世紀から16世紀に神秘劇を上演していたが、ロンドン主教をエドマンド・ボナーが1542年にそれを禁止したと書いている。ウェイクフィールド・サイクルは15世紀にウェイクフィールド・マスターと呼ばれる匿名の作家が書いたとされている。昔の研究家たちはギルバート・ピル・キントンという名前の人物が作者と提唱したが、 クレーグ他によって否定された。ウェイクフィールドマスターという通称は文学史やゲイリーが住んでいた土地の名前から付けたものである。その人は教養ある聖職者であったか、あるいはウェイクフィールドの北およそ4マイルのところにあるの修道院出身の修道士であったと思われる。この匿名の作家がウェイクフィールドサイクルの32の連作劇。 平均384行を書いたのかについてはまだ結論が出ず一部の研究家たちは書いたのはせいぜい10本くらいではないかと言っていい。サイクルは生体祭の期間中に上演されたものである。教皇や非赤への言及が線を引いて消されていることはプロテスタントによる編集が行われたことを示している。同様に最後の2つの劇の間の写本の12行が カトリック教会への言及のため破り取られている。こうした事実は、月期は遅くとも、ヘンリー・パスへの統治期であるルネサンスの時代まで読まれ、上演されていたことを示唆するものである。ウェイクフィールドサイクルの中で最も知られているパジェントは、ザ・セカンド・シェッパー・アードス・パジェントである。これは、羊泥棒のマックとその妻ギルを主人公にした、 キリスト皇坦のガーレスクで盗まれた子羊と人類の救世主、キリストのことをはっきりした対比させていると言っていいだろう。聖書外展のアクタ・ピラティから派生したキリストの地獄への効果はヨークサイクル、ウェイクフィールドサイクルの最も有名な劇である。イギリスルネサンス演劇、エリザベス朝演劇とジェームズ朝演劇の劇は神秘劇から発展した。 1951年の一部として、ヨークで神秘劇が復活した。最近では、ルーコベントサイクルマとして復活した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。